先ほど登板したシートバッティングに登板した選手たちも短いブレイクを挟んでまたグラウンド上に戻ってきました。本日をもちまして読売巨人軍1軍の春季宮崎キャンプ全日程を終了いたしました。それではチームを代表いたしましてキャプテンの岡本和真選手からファンの皆様へ一言ご挨拶申し上げます。お疲れ様です。約2週間たくさんのご声援をありがとうございました。これから沖縄に移動して、まだまだキャンプ残り頑張っていきます。今シーズンたくさんのご声援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。期間中はたくさんの皆様の応援誠にありがとうございました。2024読売ジャイアンツ春季宮崎キャンプにご来場いただき誠にありがとうございました。一軍の宮崎キャンプは本日で終了となりますが、2月16日からは那覇キャンプが始まります。また明日も2軍は宮崎キャンプ、3軍は都城キャンプを行います。引き続き読売ジャイアンツに温かいご声援をお願いいたします。本日はありがとうございました。岡本キャプテンからファンの皆さんへ挨拶がありました。ここからキャンプはまだ続くということで、那覇キャンプに向けて明日移動して二次キャンプがスタートするということになります。若干こうコンディション不良といいますか、怪我人もありましたけども、それぞれの選手が特に林さん、はい、シーズンは松井秀喜さんの、6年ぶりという臨時コーチもありまして、また近年にはないくらいのこう何でしょう、熱を帯びたキャンプというそんなイメージありますよね。そうですね、また監督コーチ含めて、練習の部分でも、全体練習は短く、そして、個別の練習の時間をより多く取りながらと、やっぱり、みんながこのキャンプいい調整ができるようにね、やっぱり考えながらスタートして、それが怪我人も何人か出ましたけれども、全体としては非常に充実したキャンプになったんじゃないかなというふうには思いますね。そうですね、今選手そして、コーチ陣、さらにはチームを支えるいわゆるこう裏方さんを含めて、はい、タッチをしながらお互い走路をねぎ合いながら、また明後日からのキャンプに向けて心新たにという、そんな一塁ベンチの前の現在の様子です。第3クール、当然休みも間にありましたけども、林さん、選手たちも一つこう疲れを感じながらというところでこれから第2次キャンプに向かっていくわけですかね。そうですね、そういう意味でもですね、やっぱり選手たちも少しこう移動をして、また新しい環境でやるというところでは、気持ちの準備としてもね、非常にいいのかなというふうに思いますし、ここから沖縄に行けばもう実戦という頭になってくるわけですから、はい、やっぱり調整方法もみんな変わってきますからね、いよいよより厳しい競争が始まるのかなという気はしますね。そうですね。